世界のジャパンチャンネルへようこそ。隣国済州島では柑橘類の栽培が盛んですが、ある品種のみかんが出荷できなくなり困っているとのことです。その原因が日本との関係によって起きた悲劇であったとして話題になっていたのでご紹介します。まずはその前に過去に起きた日本の損失についてお話しします。2018年2月に隣国で平昌オリンピックが開催されました。競技の一つのカーリング女子で日本代表チームが休憩時間に食べていたおやつ、その中に大きな赤いイチゴがあり話題になりました。これが実は隣国産のイチゴだったのですが、調べていくともともと日本が開発した品種だったとのことです。それをもとに隣国が交配したものだと分かりました。隣国では2012年までイチゴが品種保護の対象外だったので、それまでに日本から多くの品種が持ち込まれたようです。現在ではその品種を交配したものが主流となっています。つまり日本産と日本産を掛け合わせて渓谷産を作ったのです。そして現在では日本と隣国はアジア各国へのイチゴ輸出で競合している状態です。日本の農林水産省は日本の輸出機会の損失は最大で年40億円以上と推計しています。日本の農家にとっては大きな数字です。このような事例があり、日本が起こした行動によって今回話題になっている隣国が困っている内容へとつながります。それでは本題のみかんのお話をご紹介します。済州島のみかん、日本が特許問題提起で大量廃棄の危機。2018年12月22日、渓谷北朝鮮では次のように伝えました。日本産の柑橘新品種ミハヤとアスミを栽培している済州島の農家らが、収穫目前のみかん920トンを出荷できないという状況に直面しています。この理由は、渓谷農協らがこのほど、同2品種に対する日本からのロイヤリティ支払い要求を受け、出荷の全面禁止を決定したためだといいます。済州島農業技術院などによると、日本の国立研究開発法人は、1月、バンカン類のミハヤとアスミの品種登録を出願しました。また、2039年まで、同2種を保護品種に登録し、ロイヤリティを農協中央会などに要求しました。日本は渓谷でミハヤとアスミの品種登録をしていたのです。済州島で栽培されるみかんの 90% 以上は日本品種です。他の品種についてはロイヤリティ支払いが必要な年数を過ぎてしまっています。日本にとっては残念なことです。さらに北朝鮮の報道では以下のように続きます。済州島の農家らは2014年に発売された同2品種の苗木を日本現地の農家から購入し、技術移転や分譲について正式に契約を締結せずに普及させました。現在は208の農家が920トンを栽培しています。金額にすると50億ウォン、日本円にして約5億円に上るといいます。渓谷農協は今後国際紛争や訴訟問題になる懸念があるとの理由で、同2品種について渓谷内のスーパーや市場での販売を禁止しました。済州島農業技術院の関係者は、1970年代には在日渓谷人が日本産みかんの苗木を渓谷に持ち込むと称賛を受けました。しかし2012年に植物新品種保護国際同盟に加入、外国で登録された新品種に対しロイヤリティを払うことになったため、新品種の導入には注意が必要だと説明したといいます。隣国側もきちんと品種登録に対応していますね。ただ隣国が2012年に植物新品種保護国際同盟に加入する前には、日本からイチゴ柑橘類にとどまらず多くの品種が無断で渡っていったと想像できます。最近では日本で人気のブドウシャインマスカットが隣国で栽培されています。日本が渓谷での品種登録を忘れていたようです。新しい品種は10年、20年と
長い年月をかけて開発されています。それを勝手に持ち出され、まるで自分が開発したように振る舞われ、さらには輸出され、その国の外貨獲得手段になっています。日本は国内のことだけを考えていると、せっかくの財産がどんどん持ち出されてしまう事態に陥ってしまいますね。この内容に対して、隣国のネットにコメントが寄せられましたので、一部ご紹介していきます。当然、ロイヤリティを払うべき。100% 日本が正しいね。日本は過去にイチゴとお米の品種を盗まれたから神経質になっている。それにみかんの品種は開発するのに長い時間と莫大な費用がかかるから黙って見過ごすわけないよ。日本から盗んだのはこれだけじゃない。デコポンの春ラボンも日本で開発されたのに、まるで最終で開発されたかのように PR している（笑）。政府は責任を持って早く事態を収拾して、農家らが被害を受けないように、日本を批判することばかり考え、世界の複雑なルールについては何も知らないアマチュア政府。これまで日本は寛大な心で許してくれていたが、文大統領が北朝鮮の方ばかり見ているからそうする必要がなくなったのだろう。国が滅びるのは一瞬だ。だから日本とは仲良く過ごすべきなんだ。過去にしがみついていたら、今後は安保にまで影響が出るかも。ちょっと驚きの内容でしたね。隣国の方々は自国をかばうのではなく、日本の方が正しいとのコメントを寄せてくれていました。しかしさらに、今も隣国が日本を脅かそうとしている事態がありますのでご紹介します。今後日本の農産品の輸出に影響を与えそうなのが日本品種のさつまいもです。実は隣国がこのさつまいもを輸出品にしようと動き出しているのが分かりました。渓谷ソウルの繁華街ミョンドン、日本人観光客も多く訪れ、様々な屋台が立ち並ぶその一角で人気になっているのが焼き芋の屋台。他にもさつまいものムースが乗ったデザートピザが人気になっていたりと、さつまいもが一大ブームになっています。このブームの火付け役になった品種があると聞き、一大生産地を訪れました。渓谷南西部のヘナム、農家の倉庫に入ってみると、うず高く積まれたさつまいもがありました。ここで栽培されていたのが蜂蜜さつまいもです。ここ数年で一躍全国区となった品種で、今では渓谷で栽培されるさつまいものうちおよそ4割を占めるほどだそうです。このさつまいもを栽培している農家はこのさつまいもについてこう言っています。日本では紅はるかと呼ばれているが、渓谷では蜂蜜さつまいもと言っている。なんとこのさつまいも、日本の品種紅はるかだというのです。紅はるかは日本で2010年に品種登録された比較的新しいさつまいも。海外でも人気が高まっています。そんな紅はるかがなぜ隣国でも栽培されているのでしょうか。隣国のさつまいも栽培に詳しい専門家に聞くと、農業関係者などが日本に行った際に買ったものが持ち込まれたと考えられる。正式に輸入されたものではないとのこと。なんと許可なく隣国に持ち込まれた紅はるかが現地の農家の間で評判になり、次々と広まったというのです。赤道直下のシンガポール、町のスーパーを取材すると、あの渓谷産紅はるかが売られていました。スーパーの店員は紅はるかの味とそっくり蜂蜜さつまいもとの味を比べるとほぼ同じと宣伝しています。渓谷政府はここ数年農産品の輸出に力を入れていて、渓谷産の紅はるかもシンガポールや香港などに年間およそ300トンが輸出されています。さつまいもをはじめ、今年日本円にして8000億円の農産品の輸出を目指す渓谷。日本の輸出戦略にも影響しそうです。このような事態を許してしまうと、今後も日本で長年研究して開発された品種が取られてしまいます。日本の作った品種は質の高い日本ブランドとして海外の方に食べていただくためにも、厳しくルールをしっかりと決めておいて
日本の農家さんたちががっかりしないようにしてほしいですね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。